ちは。東京都墨田区向島から参りました姉さんこと向島琴斗姉さんです。よろしくお願いします。よいちくんには、ね、後ほど誕生日プレゼント用意しているのでちょっとそちらでお待ちいただいて、姉さんもですね実は昨日6周年を、迎えまして、昨日ね、一生懸命練習してねお稽古血の滲むようなお稽古をした成果をね昨日たくさんの皆さんに見ていただきました。今日も昨日来ていただいた方がね姉さんねたくさんほらあそこもあちらもたくさん来ていただいてありがとうございます。連日それでですねその6周年に、大企画でですね、皆さんよくご存知の石田洋介さんそして神崎貴博さんそして佐久間秀樹さんにですね一度に新曲を書いていただくというね、大企画を企てまして昨日発表していただいたんですが実は先ほどね石田洋介さんこちらでライブされていたので私捕まえましてそのままもう生で歌っていただこうと思います。石田洋介さんです。どうぞ。すいません洋介お兄さんお仕事終わったばっかりでまた捕まえちゃって申し訳ありません。はいじゃあちょっとね新曲について、はいはいちょっとご紹介していただいてもよろしいですか。はい6周年ということで、はい、僕はおととい姉さんの曲はそれまで2曲作ってるんですけど、はい、3曲目を作っていただきたいというオファーがあった時にもう歌詞のネタがないぞとなりまして、しょうがないので同じフレーズを延々繰り返してるうちに曲がいつの間にか終わってるっていう、うん、そういう感じの新しい曲を作ってみました、はいはい、でその新しくこう繰り返しているところただ繰り返すだけじゃつまんないので振り付けをつけてくださったんですね。はい、可愛い振りをね、はい、つけていただいたんですね。それでそこのところだけ今ちょっと皆さんにも一緒にやっていただきたいので姉さんいいですかちょっと前に出て振り姉さん向島というのを、はい石田さんが繰り返しますのでその時にちょっと解説しますね。はい、こととい姉さんでほっぺたねくるくる、はい、姉さん向島で屋根作って右にちょっと傾けるの違うの何はいはい、わかりました。はい、じゃあ姉さんの真似してください皆さん。せーあいいですか。聞いたらですね向こうの縦島ということでねなんとなくわかりますか。はい、じゃあそのフレーズがねたくさん出てきますのでその時一緒にぜひ皆さんも踊ってください、はい、では石田さん生でワンコーラスだけよろしくお願いします。みんな覚えて歌も一緒に歌ってくださいね。こんな感じだからさっき歌った通り向かえてくれる
たぜひした一昨日姉さん向島全員これで向島をねもうしっかり覚えていただいたと思います。はい、もうぜひともね料亭とかにいい飯食って食いに行っていただきたいと思いますぜひお待ちしております。よいちくんもなんか横で踊っててくれてありがとう。よいちくんちょっと姉さんからプレゼントがあるので、姉さんこれ、姉さん、あ、石田さん本当にどうもありがとうございました。お近づきましてありがとうございます。あ、じゃあよいちくん真ん中の方へ、真ん中の方へ。はい、あの姉さん、皆さん の、 あの後ろの方でですね、福顔焼きというね、あの姉さんの顔をした人形焼きみたいなね、中身はねカスタードクリームとあんこがありますけれども、え、今よいちくんにプレゼントしましたけれども、よかったら皆さんもあのまだね、召し上がってない方ぜひ食べてみてください。よいちくん、じゃあ後ほどねおやつにどうぞ。おめでとうございます。それでは東京都墨田区向島から来ました姉さんこと向島琴斗姉さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは